落語という芸は懈怠な芸でございまして、座布団に座って一人で何人もの役を演じ分けるわけでございます。こんにちは、おお満開な、こらええとこ来たな、お前さんに銭儲けの方法を教えたろうと思ってな。え、銭儲け、うわー、わたい銭儲け好きや。もうバケツいっぱい儲かんねやったら盗人でもする。いや、そんなアホなこと言うとんなと。一人で話しかけて一人で答えてるわけですね。これ舞台の上でやってるからいいんですよ。一人で道端でやっとったらただの危ないやつでございますからね。落語の中にはあんまり賢い人間は出てまいりません。ちょっと抜けたような人間が登場いたします。おい弟、そんなところで長い竹竿を振り回して何をしてんねんな。いやな、空の星をこの竹竿で叩き落としたろうと思ってな。アホやな、お前は。我が弟ながら情けないな。星ってなもんはな、高いところにあんねや。そんな竹竿で届くかいな。すんねやったらな、屋根の上へ上がれ、屋根の上へ。酔っ払いが二人で歩いてますと、わけのわからんことを言うて歩いてたりいたします。えらい酔ってもたな、おい、さっぱり弱いや。わかんで、おい、長いこと飲みすぎた、お前。いや、朝だってしもてるで、おい。おひいさん、あんな高いとこまで上がってるで。え、おひいさん上がってる？何を言うてねえな、おい。なんぼ飲んでも朝まで飲んだりするか、お前。あ、アホやな、お前。あら、おひいさんや、あれ。あれは、お月さんや。え？お月さん？んなことないで、あら、おひいさんや。いや、お月さんや。いや、おひいさんや、ちゅうのに。お前、そんなこと言うんやったら、向こうから来る人に、あれおひいさんかお月さんかちょっと聞いてみようか。あ、えらいすんません、わたいら二人酔ってますね。あの、つかんこと頼みますけど、あの、空に浮かんでる丸い明るいの、あれ、あの、おひいさんでしやろうか、お月さんでしやろうか、どっちでしょろうな。え、何ですか、何ですって、あの、空に浮かんでいる丸い明るいの、あれ、おひいさんかお月さんかよで、わたいに聞いたありまんの。あ、えらいすんません、わたいこの辺のもんやないさかようわかりまへんね。ようなアホなこと言うとんなという感じですが、バカや酔っ払いばっかりが落語の題材ではございません。知ったかぶりをして失敗をするような人間も登場いたします。5年ほど前に、パリで講演をいたしまして、でルーブル美術館に行ったんですけども、まあ芸術作品の多さに圧倒されましたが、日本人の多さにも圧倒されました。まあ、ひょっとしたら中国人やったんかも分かりませんけれども、まあ、私も日本人と中国人の区別があまりつかないもんですからよう分かりませんけれども、その時に非常に上品そうな、お金持ちそうな日本の女性の方が、秘書らしい方を連れて、えらい美術鑑賞をしながら知ったかぶりをしておりました。まあ、この絵はルノワールね。いや、奥様、これはセザンヌでございます。あら、そうなの。この絵はゴッホね。いや、これはゴーギャンでございます。あら、そうなの。この絵はわかるわ。目の大きさが左右違って、鼻が横向いて、口が顔からはみ出て面白い顔。これはあの有名なピカソね。いや、奥様、これは
鏡でございます。あんまり美術館で知ったかぶりはしない方がいいようでございますけれども、落語の中で使う小道具といいますのはこの扇子と手ぬぐいだけでございまして、手ぬぐいはいろんなもんに変わります。例えば本になったりいたします。へえという具合にね。それから手紙になったりもいたします。うっそん、あらほんまにという感じでね。それからハンカチになったりもいたします。うわ汚な、汚かったら見んといたらいいんですけどね、ついつい見てしまうのが人情でございまして。扇子もいろんなものに変わったりいたします。筆になったりもいたします。サラ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 リという感じでね。それからキセルにもなったりいたします。というふうにね。それから釣り竿になったりもいたします。あいつあいつあいつという感じでね。それからお箸になったりもいたします。熱いうどんを食べたりいたします。日本では麺類を食べるときは音を立ててもいいことになっております。難しいうどんの食べ方もできるんです。難しいうどんの食べ方もできるんです。よっか。食べたりしましてね。
さあこの扇子と手ぬぐいが、後でどのように使われるかお楽しみでございます。なおえお前らこうしておったらどうせ玉ちゃんの話やろ。玉ちゃんのことやったら心配すな。俺がお前うんと言わしてきたで。ここでおたが100年目うんと言うたらそれでええが、いやと抜かしたらこの釜がお前のどんばらいお見舞い申すね。さあうんと言うかそれとも釜にするか、うんか釜かうん釜かとこない歌った。まあこんな昼日中にそんなやらしいことせんかとて、今晩裏の切り戸開けときますさかいに忍んできてくれたらその時にうんと言おうやおまへんかて。若いもんはそれで済みましたが、すまんのはかわいそうにおたまさん、泣きながら家へ飛んで帰ってきよった。トゥルトゥルトゥルってね、安物のベルみたいな声出して泣いとる。まあどないしたんや、いいな、あんたみたいに泣いてばっかりしてたら別れしまえんがな、言うてみなあれ。え、はあ、まあそうか、悪いやつよう逃げて帰ってきなあった。あのお父っつぁん、お父っつぁん、いいな、うちのお玉がこれこれこんな目に遭わされてきたんやし。そら何をさらすねん、あのガキらの慰みもなってたまるかい。なやて、今晩来よんのかい。心配せんでもいい、わしはな今晩遊びに出るさかい、わしの寝前へお玉を寝かして、ほんでお玉の寝前へ、こないだ暴露してきた牛があったやろ、あれをそこへ寝かしておくさかい。まあそんなことしたら角で疲れますせ。かまへんがな、おい、あのガキら角で疲れた方がちょっとぐらい土生骨にいてええのんじゃい。そうせえそうせえ。牛を連れてまいりまして、お玉の寝前寝かせます。牛めいつにない結構な布団で喜んどる。もううわ、今夜あれまた上等の布団でんな。おやすみ。なあほなことは言うたりしませんが、牛は喜んで寝てしまいます。その上から布団の一枚もかぶせまして支度はできましたが、右の男そんなことは知りません。日が暮れんの待ち焦がれよって、花の先へ頬かむり、色落としいの隊長は俺でございってな顔しやがって、テトロシャンシャンでなだめっこほいほいか、北国屋の翔さんで北翔、笹屋のサスケさんで桜さんのさ、はいとろとハートにとほえとさっさ、ねえ、わけのわからん歌うととる。なあ、ごちゃごちゃ言うてる間に来たがな、この切り戸が開いてたらええけども、開いてなかったらさっぱり弱え。切り戸がいい開いてるがない、いや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 言うてても、開けて待ってるところを見るとまんざら嫌でもないらしいね。玉の今は台所の次の間、あこっから忍んで、あそうじゃあそうじゃ、暗がりで一人目向いて芝居しとる。ほら真っ暗がりやない、今晩来るの分かったね、さかい明かりの一つもつけといてくれたらいい。えらいところに柱が出てきつかんね、ほんまにも一つ間違うたら命がけやで。これ表紙どれ障子が閉まったるわな、また開けにくい障子やで。まあええわ、そーっと開けてこましたろ。取り合いの障子を音のせんようにたまちゃん、
玉ちゃん寝てんのか。おい玉ちゃん。えらい鼻息やな。玉ちゃんどこにいてんねん。黙ってたら分かれへんやないか。恥ずかしがってけつかって。おい玉ちゃん、今さら布団めくったからっちゅてキャッチなこと言いだや。よう出てきつかり。またえらい毛だらけやな。なるほど、かわいい一人娘、布団一枚で風邪ひかしたらいかんちゅうで、布団の下に毛布着せてもらったんで、かわいがってもらったんだ。これだけかわいがってもらって、大きな体やな、おい。寝太りかいな、おい。たまちゃん頭どこや。黙ってたら分かりへんやないかい。恥ずかしがってけつかって。そんな恥ずかしがらんかって、ちょっと返事の。なるほど、こっちが頭や。けど嬉しいやっちゃな。昼と晩と頭変えてけつかんね。今晩かわいい男が来るからっちゅうて、お下げにしてけつかって。かなんな、お前そんなお下げでどっちかんかってええやな。そんなことせんかってな、ちょっと胃腸返しの一つもしといてくれたらええ。痛い痛い。かなんな、そんなにポン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 どつかれたらええ。恥ずかしがってけつかんねんな。ほらまたぎょうさん瓶漬け塗っとんな。またこの瓶漬けコテコテやがな。たまちゃんのつけてる瓶漬けや。よっぽどええ匂い。ブー、この瓶漬け腐ったんよね。俺の鼻がゲスばないさかい、こんな匂いすんねんな。たまちゃん頭どこや。なるほど、こっちが頭や。一本郊外か。ウニコールの一本郊外高いということを聞いてるな。俺がつまらんときに、おい玉ちゃん、つもりしてんか、はあ、これ持って行きなあれって出してくれるわな。五軒の質屋へ持って行っても一本50両の値打ちあるで。50両あったらちょっと遊べる。こっちにもあるわな。なるほど、日本郊外か。一本が50両で日本あるということ、100両か。なんちゅう豪勢な頭しとんねん。アホが調子に乗って牛の角持ってむちゃくちゃ揺すぶりよったん。なんぼよう寝てるしかてたまりません。もうどいつやこら、人の雑誌下駄じゃ上がりやがって。俺や。誰やと思ったら小月の源太やないか。昼間偉そうなこと言うてお玉のとこ行く言うてたけども、うまいこと言ってお玉をうんと言わせたか。いやのー言わせてきた。